おめでとうございます。ありがとうございます。いやよく来ましたまさかまさか来ると念願のですよ。そうっすねこの前ボスいらして。そうっすね、ボス出てたんで、はい、もう泣いた。見ました。見ました。どうですかボス。ボス良かったっすね、やっぱりボスはどんな人ですか。ボスっすか。ボス、かっこいい人っすね。どういうところがかっこいいですか。どういうところ、どういうところかっこいいなと思って。スノーボーダーとしてすごいリスペクト山にしてます。人間的にも。人間的にもそうですね、意外とすごい真面目な方で、うん、リーダー格な人ですね、うん、なんかね、本当そう見えないやんちゃなところもあるんだけど。そうですねでも近くにいる人はすごい分かってるんだろうね、はい、そうですね。見せてないのかもしれないですけど、うん、おけつ出してるシーンしか俺そうっす、覚えてない。綺麗なおけつっすね綺麗なおけつ、綺麗なおけつ。スケボー今なんか、はい、いっぱい買う人がいるって言ってたじゃないですか。そうっすね、本当そうなんですか。めちゃくちゃ増えてて、まあコロナの影響でだいぶ暇だったみたいでまあこのままやめなきゃいいなって感じですけど。売れてるんですね。売れてますね、うん、ここ最近だとめちゃくちゃ売れてます。どんなのが売れてるんですか。どんなのっすか、うん、一応その人に合わせては選んでるんですけど、とりあえず物がでもめちゃくちゃ売れまくってて、うん、在庫もめっちゃないんで、まあ致し方ないとこもあるんですけど、まあできるだけ板だけに。まあそうですね、致し方ない感じで、うん、作ればいいんじゃないですか自分で。出すか作れないんですか。あ、でも今自分では作ってないんですけど、粉で販売してるのはストンプ、中井くんたちとか、うん、国母和弘くんとかチームのデッキを特別に売らせてもらってて。デッキ、デッキっす ね、 スケボーなんですね。はい、スケートデッキで全国ツアーで出してた限定のやつ、うん、今ならこのサーフにありますって感じですね。じゃあせっかくなんで膝のタトゥーについて。膝のタトゥーは、膝のタトゥー見せてもらっていいですか。いや、見せるほどかわかんないです。だるまが入ってる。まあ、だるまっすね。ちょっと上げてもらっていいですか、カメラに。え、いや、受けるんすか。あ、それ見えます、見えます。あ、見えるっすか。逆の方も。逆の方っすか。入ってますね。はい。それはどういう意味があるんですか。これ意味で言うと、まあ一応あるっすけど、でもまあボスがよく言うのは、まあ国母くんのに入ってるやつ、うんうんうん、まあ自分もリスペクトし入れた感じっすね。だるまってでも、七転び八起きみたいな。そうっすね、一応その意味も込めてちょっとこっちだけちょっと傾かしちゃうみたいな、ね、うんうんうん、そうやっぱスケボーとかスノーボードやる人はこう絶対起き上がる、ね、まあそうっすね、絶対起き上がんないといけないんでそういう感じなの。はい、すぐ起き上がるっす、うん、じゃあ最近ハマってることって何ですか。最近ハマってることっすか、うん、はい、いや結構探すんすけど他の趣味みたいな。でもスケートボードやれてればいいかなっていう感じで、うん、あ、でも最近株買って、うんうんうん、なんか二輪って言ったらいいのか、うんうんうん、ちっちゃいっすけど、それ飲んで結構楽しいです、意外と。俺も買おうかなと思ったんだけど。あ、マジっすか。どう、めちゃくちゃ面白いです。へえ。まあ俺の一番 50cc しょぼいんですけど。いやいやいや、面白いです。でも何足ある。3足。はい、で60ぐらい出たっす。へえ。燃費がいいらしい、すごく。いや、なんか意外と。そうだよね、そう聞いたっすけど、俺のが古いのか分かんないっすけどそうだよね。
なんか普通に長山とか行って言うほどじゃないんだ戻ってきたらまあそれなりにないなみたいなそう噂ほどじゃないはい、あでもこの前車止まっちゃって、うん、あのレギュラーガソリンレギュラーな、うん、それ代わりに入れて助かったっすけどねうーんレギュラーで動くのはいレギュラーでしたうーん好きな食べ物は何ですか好きな食べ物は、まあ、ベタにカレーとかハンバーグハンバーグはいあとエビフライっすね少年のようですエビフライ絶対食べるっすね最近エビフライあればそこの店にあればはい、うん、行く店にあれば野菜炒めは頼まない野菜炒めはあんまり頼まないです自分で作れちゃうかなみたいな旭川のシーンっていうか旭川の人たちというか、はい、どう思いますか？あ多分すごい自分客観的な立場なんですけど地元じゃないんで、まあ、すごい熱い人も多いしまあなんか自分より年上の人から若い世代まですごい盛り上がってるとか盛り上がってなんかいい感じかな思います好きなラッパーいますか？ラッパーは最近お気に入りのラッパーは最近っていうか結構好きな人は多いんですけどライブとか直接見たりとかでがっちりハマったのは紅桜とリットがっつりハマっちゃったっすね今紅桜パクられて刑務所にいるんですけどなんか一言いや早く戻ってきてもう一回ライブ見たいっすね